長林美穂さん。日本共産党の長林美穂です。通告に基づきまして質問をさせていただきます。まずはじめにジェンダー平等社会について質問をさせていただきます。ジェンダーとは社会が構成員に対して押し付ける女性はこうあるべき、男性はこうあるべきなどの行動規範や役割分担などを指し、一般には社会的文化的に作られた性差と定義をされています。これは決して自然にできたものではなく、国民を支配し抑圧するために政治的に作られ、歴史的に押し付けられてきたものです。日本はジェンダー平等社会への取り組みが遅れています。その原因は財界や大企業が利益最優先の立場からジェンダー差別を利用して、女性には安上がりの労働力、そして家庭的責任を押し付け、男性には長時間働く企業戦士の役割を押し付けてきたこと、戦後政治の中枢に戦前の男尊女卑、個人の国家への従属を当然視する勢力が占めてきたことが挙げられます。加えて地方では家父長制も加わり、宮津もその例外ではありません。真に自由で平等な人間関係からなる社会は、支配されたり支配したりする関係がなくなる、そういった社会です。そこで多様性が尊重され、一人一人が輝ける社会の実現を望み、質問をさせていただきます。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森前会長の女性がたくさん入っている理事会は時間がかかるという発言や、自民党の二階幹事長が打ち出した党の幹部会合への女性議員の発言権のないオブザーバー参加について、市長はどういったことが問題だとお考えでしょうか。お伺いします。木崎市長。お答えをいたします。ジェンダー、いわゆる社会的性差は、長年にわたり人々の中に形成された固定的な役割分担意識、また偏見、固定的観念、無意識の思い込みによるものだというふうに考えております。男女が社会の対等な構成員として、お互いにその人権を尊重しつつ、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画をし、その性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することで、喜びと責任を共に分かち合える街を実現しなければならないというふうに思っているところでございます。以上でございます。長林美穂さん。私の直接の質問にお答えはしていただけませんでしたけれども、なかなか言いにくい立場なのかなとも思いましたけれども、しかしですね、この二階幹事長の問題は女性議員からの批判で、意見交換に変更したんですよね。それから森さんの問題では、その差別を禁じた五輪憲章、それから多様性と調和という東京五輪の基本理念にその組織のトップがですね反したこと、そしてその反省の姿勢も見られなかったという問題が、これ大きいわけですね。やっぱりこれはおかしいと、良くないということ、そういうことを市長もですね、市民の模範となるように声を上げるべきだと私は思います。しっかりとした意見を持っていただきたいと思います。読売テレビ、それから日本テレビの共同世論調査では、森さんのこの発言について大いに問題があるのは、あるとしたのは 63%、 そして多少は問題があるとしたのは 28% で、全体の 91% の人が問題があるとこうしたわけですね。そしてオリンピックの聖火リレーとか、それから大会ボランティアを辞退する人が1000人を超えたと、こういう状況なんですね。そういう状況を、しっかりと市長も意識をしていただきたいと思います。
で、森さんのこのわきまえない女発言で辞任会見、その後の密室かつ政治的な中立性を欠いた会長人事、そしてまた二階さんのこの女性議員は会議を黙って見ていろと口を出すなと言わんばかりのこの日本の遅れた政治ですね。これ世界中の多くの人々から批判の声が沸き起こっているわけです。世界の男女格差を比較したジェンダーギャップ指数、これ153カ国中日本は121位です。政治分野では144位、世界からは日本はジェンダー平等不平等の国、ジェンダー不平等の国というふうに見られています。まあ、この問題がクローズアップされたことでようやく日本でも真正面から議論をされるようになってきたのかなと私は思ってます。まあ、この問題はまた今の政治のトップである、菅自民党政権、ここの大きな問題、変われない姿が浮き彫りになったということが問題になっている、こういった今場面ではないかなと思っております。さてですね、宮津ですけれども、宮津市では、なんとか検討委員会とか〇〇審議会、〇〇会議といった会合に、まあ、よく登壇をされる市民の方、これほとんどが同じ団体からの代表で構成をされています。政治的中立性を欠いた人事ではないかと私は思います。まあ、しかしですね、女性の方をしっかりとその、会議の中に、入れておられる、入っておられるということは、まあ、いいじゃないかと、よしとしたいと思っております。しかしその意思決定の場としては女性の人数はあまりにも少ないと思いませんか。一律に女性の方の参加を増やしたらよいというようなものでもないと思いますけれども、市長は今後どのようにしようとお考えでしょうか。お伺いをします。木崎市長、お答えをいたします。政策や方針決定過程への女性の参画拡大、これ大変重要だというふうに私も思っております。本市の審議会等委員に参画する女性の割合は令和元年度末で 23.1% であります。これを第7次総合計画において目標とします令和7年度 35% 達成に向けまして、しっかりと推し進めていかなければならないというふうに考えております。以上でございます。長林美穂さん。私先ほどね、女性の方の参加を増やしたら良いというものではないと私は思うと言ったんですけれど、まあ、これ先ほどの市長のお答えだと 23.1% を5年後には 35% にすると、ただそう答えられただけで、じゃあどうするために、何をするためにどうしようと考えてこのように参加を増やしたら増やそうと思われたのか、そこの部分が非常に大事ではないかなと私は思うんですけれども、その点は再度お聞きしますけど、いかがですか。木崎市長。こういった答弁にお答えいたします。先ほど申しましたように、政策や方針決定過程、こういったことには多様なそういう意見が必要だというふうに私自身思っております。そういったために、そのある一定の例えば性別だとか思想、そういったことに偏ってはいけないというふうに思ってございますので、そういった意味で、先ほど申し上げましたように、まずはその目標を設定をいたしまして、そこを達成するべく努力することで、結果そういったその多様な意見が吸収できる、そういった意見が反映した中での意思決定ができる、まあ、そういった仕組み作りに努めてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。長林美穂さん。はい、まあ、これからはまあどんどんと女性の起用もされていくと、そしてまあ多様な、
まあ、一方的な思想に偏らない、そういった多くの意見を取り入れていくと、これからいろんなその、まあ、会議とかね、たくさんあると思われますので、そういうところで非常に期待をしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、しかしですね、今現実的には、非常に女性の方、特に女性の方ですね、非常に今の生活をしていく、生きていく上で非常に差別を感じているわけですね。まあ、この宮津では主要な産業、これは観光業と、まあ、宮津市位置づけているんですけれども、今この観光業もコロナで瀕死の状態ですよね。大変な状況です。まあ、観光関連産業も本当に大変です。まあ、ここに支援の手を入れていくという市の施策もいろいろとあると思いますけれども、それはそれで非常にいいことだと思うんですけれども、まあ、例えばですね、このジェンダーに関してはホテルで、まあ、働く非正規の女性はシフトが入らないと、で収入が激減して生活にも困っていると、こういったコロナという特殊な状況ではあるけれども、何かあるとすぐに女性の方にしわ寄せがいく、これが今の現実の社会なんですよね。まあ、しかし市長はいろいろと女性起用も高めていくというふうにおっしゃったように、女性の就労の比率も引き上げていくだろうと私は思っております。宮津でもこれ必要なことですし、この田舎町でじゃあ女性がね、社会に参画するためには何が必要なんだろうかといろいろ考えるわけなんですけれども、この点は市長いかがでしょうか。以上、木崎市長。お答えいたします。今現在策定中の第7次総合計画の中で、10年後の将来像を共に作るみんなが活躍する豊かな町宮津というふうに掲げております。その基本的なその考え方の、今の10年後の将来像の基本的な考え方といたしましては、の中に、女性であったり子ども、また高齢者、そして障害を持っておられる方等々、すべての人がその持っている潜在能力を湧き出し、そして発揮させるというエンパワーメントという考え方、これが根底にございます。そういった意味で、総論といたしましては、この第7次の総合計画を着実に進めていくことが必要だというふうに言えるというふうに思いますけれども、具体的にその就労をはじめ、あらゆる分野で女性の活躍が増えるようにするためには、男性の家事、育児等への参画の促進であるとか、企業でのワーク・ライフバランスの向上、また、女性のキャリアアップ研修や企業等の支援などに加えまして、地域団体での女性参画拡大など、ジェンダー意識の克服、そして男女が共同参画しやすい風土作り、こういったことが必要であるというふうに考えております。以上でございます。長林美穂さん。いろいろと非常になるほどと。思う非常に期待感のある、ご答弁をしていただきましたけれども、口で言うのは大変優しいですけれどもね、なかなか実行するのは本当に、これから先、なかなかこの慣習というかそういったものを含めて、大変なご努力が必要だろうなと私は思っております。いろんな女性にしろ男性にしろいろんな方たちが活躍できる場を増やしていくということで、女性の働く場が増えるのはいいんですけれども、簡単に首が切られると、非正規雇用を増やすというだけでは状況は変わらないわけですね。しっかり働けてしっかり収入が得られる、そういった職場を誰もがみんなが望んでいるわけですから、その点も重々頭に入れて今後の計画にしていただきたいと思います。で、先ほどもワークライフバランスというお言葉が出ましたけれども、宮津の市民が豊かに暮らせるのか、どうしたらジェンダー平等社会を
気づくことができるのかというのを考えた場合に、まあ、女性がね前に出ていくということも非常に必要なことです。でこの長い歴史の中で押さえつけられてきたというこの何て言うんでしょうね、女性のこの中にどうせ聞いてもらえないとか何言われるかわからないとか恥ずかしいとか、そういったこうマイナスのイメージが私は非常にあるんじゃないかなと、こういうふうにも思っております。ですから、まあ、解決のね一つとしてその市長がジェンダー平等社会を作るとはっきりと提言をするべきではないでしょうか。はっきりとそういうふうに市長は言われましたか。ちょっとお伺いしたいと思います。木崎市長。先ほどの答弁と繰り返しになるかもしれませんけれども、今策定中のその第7次総合計画の中で、しっかりとこのジェンダー平等につきましても、一つの項目を掲げまして、推進することというふうにしております。で、先ほど来、議員おっしゃられるように、このジェンダーの問題はですね、やはり最初の答弁でも申しましたように、その思い込みというところが非常に大きいというふうに思います。こう女性はこうあるべきだとか男性はこうあるべきだとかこうじゃないといけないというような、まあ、思い込みの部分が非常に大きいと思いますので、そのことに気づいていただくという取り組みが非常に重要だというふうに思っております。まあ、誤解を恐れず言うならば、そういったことに自分から気づいてもらうためにどうしていくかということがこの市がなすべき仕事の非常に大きな部分であろうというふうに思っておりますので、そういう視点、そういう観点で私のリーダーシップの下でこのジェンダーの問題解決すべくしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。中林美穂さん。はい、先ほど市長思い込みと言われましたけれども、これ私最初に申し上げました、これは作られたものなんですよね。政治的社会的に作られた性差差別なんです。ですからその気づいていただくと、確かに気づいていただけないといけないんですけれども、やはり社会的に作られた政治的に作られたものですから、市長が宮津市のトップがやっぱり発信をすると、そこが私は重要だと思っています。ジェンダー平等社会を作るとはっきりと掲げて、それで先ほどのそのいろんな気づいていただこうが、いろんな〇〇会議に参加していただこうと、そういったものをするけれども、はっきりともうバーンと打ち出していただきたいと思っております。そしてですね、女性の声を聞くこと、女性の要望を聞くことが大事だと思っております。少人数でも構いませんので、地域のあちこちでそういった会合をね、女性の懇談会というものをたびたび開催していただいて、女性の声を、聞いて、それを、まあ、施策に取り入れていくと、こういったことが必要だと思いますけれども、こういった懇談会というのは、どうでしょう、ちっちゃな人数でいいんですので、たびたび開いていただくことはをお願いしたいですけれども、いかがでしょうか。木崎市長。お答えをいたします。この宮津に関わる人たちみんなが一緒になって、一人一人が主人公として活躍する、まあ、持続可能な豊かな町、まあ、これを作り上げたいというふうに思っております。さまざまな市民の声、そしていろいろなご意見をしっかりと聞かせていただく、これが私の基本の姿勢でございます。以上でございます。長林美穂さん。まあ、基本の姿勢は大変いいんですけれども、私が言いたいのは、その何か会合があるとかそういった時に、まあ、主に男性がこの地域は出て行かれます。女性は、そうそう行かない、まあ、一家から一人行ったらいいかないう感じ でそういった男性が中心に話をしているところで、女性はなかなか声を上げにくい。ですから私は先ほど言いました、女性だけの会議、まあ、市長は男性ですけれども、それは仕方がないとして、そういった女性の声を聞く集まりを持っていただきたいなと、そういうふうに考えております。
結構いろんなあのいろんなところ細かいところに気を使うというかそういったいろんな意見もあの出てくると思いますのでぜひともそういうことを実行していただきたいなと思っております。まあ、今ねあのハッシュタグわきまえない女というのがあのこの女性がね声をねたくさんあちこちで上げています。まあ、女性に限らず先ほども市長もおっしゃいました男性もそして LGBT などのマイノリティの方たちもより良い社会をね、目指して声を上げるということは非常に大切なことですので、まあ未来を作るのは紛れもなくこう多様な一人一人の声だということを、私も申し上げておきます。ジェンダー平等社会についての質問はこれで終わらせていただきます。続きまして宮津の教育についてお伺いをしたいと思います。この間ですね金融緩和によって株価が沸騰していますけれども実体経済との乖離を誰もが感じていることだと思います。新型コロナの影響で倒産や失業が相次いでいます。住民の負担を軽減し暮らしの土台を支えることが今急務となっています。国の施策に翻弄されないよう地方自治体の実力が発揮されるときです。特に所得の少ない子育て世帯や若者世帯への支援は不可欠です。そこで子どもの教育の観点から支援を考えていただきたいと思います。まずはじめに一人一台のタブレットについて質問をさせていただきます。文部科学省が進めているギガスクール構想は小中学生全員に1台ずつパソコンを支給し教室に高速大容量の通信網を整備するものです。今年度中に小中学生に学習用タブレットを支給します。また4月から一部の学校にデジタル教科書を配布し実証実験を行う予定だということです。これは災害や感染症の発生などによって学校が臨時休校になったときに ICT 情報通信技術ですねこれを活用してすべての子どもたちの学びを保障する環境整備と学校での働き方改革を行うとして国が関連予算を大幅アップして実現させようとしているものです。ではお伺いをいたします。宮津のギガスクール構想の進捗状況はいかがでしょうか。お伺いします。大井教育次長。宮津市のギガスクール構想の進捗状況はということでお尋ねをいただきました。ギガスクール構想でございますが、6月議会の松浦議員の一般質問でもお答えをさせていただきましたが、児童生徒1人1台コンピューターを令和時代のスタンダードとしまして、すべての子ども一人一人に個別最適化された教育を提供できるように、学校 ICT 環境の抜本的な整備、これハード面です。それからデジタルならではの学びの充実、これはソフト面です。日常的に ICT を活用できる体制、指導体制でございます。これを整えていくものでございます。本市におきましては、国の補正予算を活用した令和2年度6月補正予算に基づきまして、タブレット端末の購入や校内ネットワーク LAN の構築など、ハード面の整備を行うとともに、日常的に ICT を活用できる指導体制、これが構築できるよう、現在、小中学校の教職員の有志の教員17名などからなります、ギガスクール構想推進プロジェクトチーム、これを立ち上げまして、これまでのそれぞれの教職員の教育実践をベースに ICT の良さをうまく取り入れていくことでありますとか、小さな気づきから積み重ねて子どもたちの学習活動を充実させること、こういったことを主眼にした実践教育、これを進めているところでございます。その上で先日タブレット端末が納入されましたので、3月中に全職員を対象にタブレットの基本操作研修、こういったものを行うこととしております。以上でございます。
長林美代さん、まあ、いろいろと、この年度末大変なことだろうと思っております。新しいことをするときは本当にね、十分議論をするということが私は大切だと思っております。タブレットの利用は今までの紙媒体からその環境が一変するわけですから、成長期の子どもたちの体や精神面も考慮する必要があるのではないかと思います。長時間の使用は脳の発達とか、それから視力にも深刻な影響を与えると言われています。健康被害の対策、これは欠かすことはできないと思います。対策ですけれども、東京新宿区では子どもたちに配る端末のスクリーンにブルーライトカットシートというのを貼ることが決まったそうです。そしてまた静岡県の下田市では電磁波過敏症の新入生のために無線 LAN を優先に切り替えた、そういった中学校もあるそうです。宮津では子どもたちや教師の健康被害についてどのような対策を考えておられるんでしょうか、お伺いします。大井教育次長。ICT を活用する上での保健康への留意点ということを内容でのご質問をいただきました。議員お触れ の、 まず電磁波の関係ですが、電磁波と、電波過敏症、すみません、電磁波過敏症のことも触れられましたが、電磁波過敏症の関連につきましては、その WHO においてもその科学的根拠は現時点ではないというふうにされておりますとともに、国の電波防護指針、この中で人体に有害な影響を及ぼさない基準値、これが示されておりまして、WHO もこの基準値を満たせば安全上は問題ないということを投資されておりまして、この指針に基づきまして、タブレット端末等の ICT 機器、これは広く使用されているところでございますので、電磁波の安全性や健康への留意についても、基本は適切に対応されているものというふうに考えております。その上で電磁波過敏症の症状にかかるようなご相談があった場合につきましては、この過敏症の症状の出方というのはその個人個人で、様々だということもございますので、個人個人の症状に合わせた対応をさせていただくというふうにお考えさせていただいております。また液晶画面のバックライトに使われております LED ライト、LED から生じますのブルーライトの健康面に与える影響でございますが、これにつきましてはさまざまな議論がなされております中で、医学的な評価、こういったものは定まっていないというふうに認識をしておりますが、タブレット端末、これは画面が見にくいと、その児童生徒の目の疲労が増し、学習に支障が来たすということも恐れもありますことから、令和2年度3月補正予算におきまして、タッチペンからフィルタリングソフト、これと合わせましてブルーライトカットの使用の画面保護フィルムの購入、これの予算もお願いをしているところでございます。タブレットの使用にあたりまして、その使用時の姿勢への指導とか、そういった部分も含めまして、児童等の健康に留意しながら、ICT の機器の活用を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。長林美代さん。そうですね、できるところからしてい っていただきたいと思っております。で、私、2点ほど例を挙げただけなんですけれども、他にもね、いろいろあるんですよ。例えばね、北海道札幌市の教育委員会、ここは LAN ケーブルを通じて電力を供給する POE、給電機、これを各教室に設置して、この電源を切れば電波飛ばないようにしているとかね。それから、海外でもこういったことが、されておりまして、欧州では、この無線の、ね、周波数電磁波の健康影響を、これを指摘して人体に安全な有線 LAN を推奨していると。有線 LAN ですね。でロシアの方では、
学校に有線接続を、推奨するほか、端末利用とそれから休憩時間を、示していると、まあ、そういったいろんな方策があちこちで、まあ、世界的に取られているわけですね。やっぱり日本でもそしてこの宮津でもそういったような、対策、これが必要ではないかなと思っております。まあ、今私主に子どもたちの、健康被害というふうに多分受け止められて聞かれていたんだろうなと、ご答弁していただいてたんだろうなと思うんですけれども、先生の方でもね、教師の方でもやはりそういった電磁波過敏症という方もおられます。で、実際にその小学校の教師は学校無線 LAN の導入後に頭痛とか思考力の低下が、起こりまして、で結局子どもたちがね、タブレットを使うとめまいとか吐き気に襲われると、こういった訴えも出てきています。ですから、宮津では子どもたち、まあ、教師も含めてね、この健康被害についてどのような対策を考えておられるのかということをお聞きしたわけなんですけれども、このデジタル化というその ICT を活用したそういったことを、まあ、全面否定するわけではありません。やっぱりいいところも、まあ、悪いところもあるけれども、まあ、そういったところをちゃんと理解して、まあ、正しく恐れるということが必要だろうと思っております。タブレットの利用は1日べったり、その授業1時間目から、6時間目か7時間まであるかもしれませんけれども、まあ、そういった1日べったり利用するのではないと思いますけれども、どこかでその利用時間を調整する必要もあると思っております。まあ、1日の授業のその時間でどのくらいの利用を考えておられるのか、その点はいかがでしょうか。お伺いします。大井教育次長。タブレットの利用時間どの程度考えているのかというお尋ねでございます。タブレットを使っての学習が始まります。ただこれをずっとタブレットだけを使って、授業を行っていくというものではございません。学習の内容の中で調べ物をするとか、全員 その意見集約をするような部分での活用をするとか、その授業の場面場面で使っていくということから入っていくことになると思います。従いまして、その何時間を何時間の利用があるというところまで、いうのはちょっと算定はしておりません。以上です。長林美穂さん。まあ、算定していないということですけれども、これから先利用していくわけですから、これからどん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 利用が増えていくんじゃないかなと、これから先ね。ですので、ぜひともこういったことも考えて、授業に利用するなりしていただきたいと思っております。で、今、まあ、今度教師の場合なんですけれども、先ほども小中学校の有志の先生17名が、立ち上がって非常に ICT の利用の勉強というか、そういうことをされているようにお聞きをしましたけれども、まあ、今までの教育、要するに紙媒体の教育ですね、まあ、それでもなんとかテレビ、教室にはいろんなテレビもあって、パソコンも利用されていると思いますけれども、しかしですね、先生はその今までの その授業に比べてプラスしてその通信技術を駆使した教育を、行わなければならないと。要するに教師の働き方改革をする上で、そのタブレットの学習は教師にとってはさらなる負担ではないのかなと私は思うわけです。教師はタブレットをどういう使い方をしようとしているんでしょうか。で、それは教師への過重負担にならないんでしょうか。ちょっとお伺いをしたいと思います。大井教育次長。
はい、タブレットを導入するにあたっての教師に過重負担にならないのかということを尋ねてございました。ギガスクール構想の推進におきましては全く新しいことを取り組むという考え方ではなくて、これまでの教育実践の中での蓄積でありますとか、ICT をうまくコラボレーションさせていくと、学習活動の一層の充実でありましたり、主体的対話的で、深い学びの視点からの授業改善、これにつなげていくという考え方で進めていくということがポイントになると考えております。こうした中で先ほども申し上げましたけど、日常的に ICT を活用できる指導体制の構築を目指しまして、ギガスクール構想推進プロジェクトを立ち上げておりますが、これに参画していただいた教職員さんへは、これまでの教育実践をベースに ICT の良さをうまく取り入れたり、小さな気づきを大切にして、まずはできることから始めていくというスタンスで研究の方をお願いしておりますし、タブレット端末導入されましたので、全教職員を対象にした基本操作、これも練習を行っておきます。いきます。新しい動きにあたって、負担軽減、これはできる限り図っていきたいというふうに考えております。こうした中で令和2年の3月補正予算で、タブレットの AI ドリル、これの導入をお願いしておりますが、これは学習したことを復習するときなどに使用することを考えておりますが、この AI ドリルには一人一人の習熟度、これに合わせて問題が自動的に出題されるというような機能もございます。こういった機能をうまく使っていくことによって、逆に一人一台タブレット端末の導入によりまして、教職員の業務にかかる負担軽減もこういったものではできるものではないかというふうに考えております。いずれにいたしましても、タブレット端末等の利活用にあたりましては、教職員が児童制度と一緒になってできることから始め、利用にかかるルールも最初から事細かく決めるものではなくて、緩やかなルールにした上で、無理のない範囲で継続的に使用していくことなどで、こういうことによって操作スキル、こういったものが定着をしたり、活用のアイデアが広がっていくものと認識しておりますので、学校での ICT 利活用にあたりましては、ステップバイステップの精神で取り組んでいきたいと考えております。こうしたことで教職員にとっての過重の負担にならないようにしていきたいというふうに考えております。以上でございます。長林美穂さん。教職員の方の負担はできる限り測っていくと、負担軽減をね、できる限り測っていくとおっしゃいました。それは本当に大変必要なことですし、絶対していただかないといけないと私は思っております。今までのことにプラスそのタブレット利用が出てくる、入ってくるわけですからね。でいろんなその機能を使うことで先生の負担を軽減するみたいなふうに聞こえたんですけれども、私はだけどその機能を使うこと自体が負担になっている先生もいらっしゃるんじゃないかなと私は思っております。そういったところにも十分な支援、そういったものが必要だと思いますし、子どもの発達についてね、どういったことを目指しているのかというところで少々お伺いをしたいと思うんですけれども、東北大学の川島教授という方がオンラインで議論した場合の脳の反応、これには対面の会話、こうしてね面と向かって話をする、そういったことで起きる反応というものが、オンラインでは見られないということなんですね。要するに映像と音声がわずかながらもずれているということなんです。で、脳が対面と認識しないというんですね。で、その結果から脳はウェブのやり取りをコミュニケーションとして捉えていないと結論付けておられます。タブレットの利用と並行していかに子どもたちに寄り添った教育ができるかということが課題ではないかなと思います。子どもと教師のそのコミュニケーションの場ということも大切ですし、
大切だと思いますし、例えばそのタブレットでね勉強したりするとやっぱり先生も初めの頃は慣れないからそちらの方に意識が集中してしまう。そうするとやっぱり子どもとのコミュニケーションというのが少なくなるんではないかなと、そういうふうにも思うわけです。先生は先生で一生懸命やられているし、子どもたちも新しいことには割と興味がありますからね、ワイワイとやるんだろうと思うんですけれども、やっぱり子どもと教師のコミュニケーション、そういうのも大切ですし、それからね、保護者と教師、この懇談なども、なんかも子育ての悩みなんかをね、こう相談できる場として、非常に必要なことだと思っております。まあ、情報機器といった機械に振り回されるのではなくってね、体や心の発達を支援すると、こういったことが非常に大切なことだと私は思っていますけれども、教育長にお聞きしてよろしいでしょうか。このコミュニケーションについてどのようにお考えでしょうか。お伺いします。山本教育長、はい、ただいま議員の方から、ICT 活用の、教育についてですね、コミュニケーションの部分もお話しいただきましたけれども、私もですね、今回コロナ禍があってですね、やっぱり学校でなければできないことっていうのがやっぱあるというのが、やっぱ社会一般に改めて認識をされたというふうに思っています。そういった意味では、コミュニケーションというのはすごく大事ですし、対面でのコミュニケーションですね、感情の動きなども含めた、そういったことはすごく大事なことだと思っておりますので、それは大切にしていかなければいけないというふうに思っています。で、ここではっきり申し上げておきたいのは、あくまでそのタブレットだけを使って授業をするのではありませんので、やっぱり先ほど来教育次長申し上げてますように、今まで、脈々と先輩の先生方が培ってこられた指導技術の上に、こういった情報通信機器のそういった、能力をですね付け足して、新たな教育、新たな学びを作り出していくということでありますので、今までのその対面での相談であったり指導であったり、そういったものは否定されるものでもありませんし、ましてや保護者の方々からのですね、いろんなご相談事でありますとか、そういったことは従前通り当然それはもう受けていかなければいけませんし、それはすべて子どもたちの成長のためにということでありますので、それはそういった方針で進めていきたいと思っております。ただ今般ですね、やっぱり子どもたちがこれから先生きていく社会というのは、いわゆるスマート 5.0 も含めましてデジタル社会であります。そういった中で、世界的に、OECD 加盟国で行われている学力調査 PISA というのがありますけれども、その中で、日本のですね、子どもたちはいわゆる計算スキルであったり、そういったものについては非常に高いレベルを示しています。ところが、デジタル読解力といわれるものについてはほぼ最下位に近い状況であります。これは一体何を意味するのかということであります。でさらには、今現在 OECD が行っている学力調査の主たる目的は、今までは知識再生産型の、いわゆる知っていることをですね、より早くスピードを持って正解を出す、そういったようなテストが中心でありました。しかしながら、今般行われているその学力テスト、いわゆる国際比較をするためのものではありませんけれども、そういった調査の中ではですね、学んだことを日常生活の中でどれだけ生かすことができるのか、そういう視点で行われています。例えば数年前に行われましたピザのですね、問題は女の子のブログ、短いブログを画面で見て、そのブログの中から女の子がリンクを貼っていたりとか、そういったものですね、そういったものを自分で見ていったりしながら、この女の子が何を言いたくて、どんなことを望んでいるのかというようなことをですね、的確にそのデータの中から調べ出していくというような問題も出されています。そういった意味で、子どもたちがデジタル社会の中で、必要な情報をですね、いかにきちっと取っていくか、そして、情報リテラシーといって、フェイクニュースも多いですので、そういった正しい知識ですとか情報を取捨選択して、そして自分の生活に生かしていく、そういった能力をこれから身につけさせていかなければならないということであります。さらに加えて申し上げますと、
スマートフォンとかそういったものを子どもたちが使っている割合は日本は非常に高いです。ほぼトップクラスです。ところが学びの中でパソコンとかそれからタブレットを使っている割合はほぼ最下位です。これは一体どう考えればいいのかということであります。つまりやっぱりこれからの社会求められてくる子どもたちが将来しっかりと将来生きていくためにですね、やっぱり必要なそういったまあスキルですとかそういった経験を積ませていかなければいけませんので、そういった意味ではタブレットを使ったまあこういった学びというものは日本はもっと早くにですね取り入れなければならなかったというそういう状況だというふうに私は思っています。現に文部科学省も今回コロナ禍があったのでスピードはつきましたけれども、そのまあ日本の教育の一つの課題、そういったものがやっぱり今回のコロナ禍によってその解決に向けてまあスピード感を持って取り組まれたということであります。まあ、しかしながら議員おっしゃってますようにさまざまな課題ももちろんありますので、子どもたちの健康被害も含めてですね、個々の状況はそれぞれ出てくるだろうと思いますので、まあ、しっかりとそういった部分にはですね対応していきたいというふうに思っていますし、やっぱりこう令和型の日本の教育というものをですね作り上げていかなければいけないというふうに思っています。それは今までの先生方が築いてこられた指導技術と ICT の先端技術のまあベストミックスによるですね学びを作っていかなければいけないというふうに思っていますので、まだまだこれからですね歩みながらの部分もあるかもしれませんけれども、現場の先生方と一緒になってですね取り組んでいきたいと思っています。先ほどプロジェクトチームを作ったということを申し上げましたけれども、これは本当に先生の中にもですねおっしゃってますように得て増えてが当然あります。ICT に長けておられる先生もおられれば、あまり触ったことのないという先生もおられますので、そういった先生方が日常的にですねこれどうしたらいいんとこう聞けるようなそういう環境を作っていきたいので、各学校の皆さん先生方に呼びかけて希望制で集まっていただきました。その方々に、技術をしっかり習得していただいて、それぞれの学校の隣の席の先生にこんなふうに使いますよとか、まあ、質問があれば答えられるとか、そういう環境を作っていきたい。そのことが少しでも先生方に、まあ、新しいことへの不安、そういったものを取り除くことになるんではないかなということで、今現在17名の先生方にはですねお世話になっていると。そこで、培っていただいた中身については各学校の方で研修会等でですね、お伝えをしていっていただいているというふうに思っております。そういった中でこれからいろんな実践が蓄積をされていくと思いますので、そういった中からですね課題はしっかりと解決をしていきながら、長所はしっかりと伸ばして、令和の新しい日本型の教育というものを作っていきたいなというふうに思っています。以上です。長林美穂さん。はい、できるところから、やっていくと、始めていくと。そして、対面のコミュニケーションを大切にすると、子どもたちにそういった寄り添う教育ということをこれからも期待をしておりますので、お願いをしたいと思います。それからですね、今回のタブレットは国からの支給となっておりますけれども、4年後ですか5年後ですか、また買い替えの時期が来ますね。この次のタブレットの買い替えの時、この時も国からの支給となるのかと、ちょっと不安なことは頭をよぎるんですけれども、家庭の不安負担とならないように、そもそも国の事業ですから政策ですから、全額国費となるようにしっかりと支援をしていただきたいと思うんですけれども、今後タブレットの支給はどのようになるんでしょうか、お伺いをします。大井教育次長。今後のタブレット、更新等にかかります今後の考え方ということです。今回議員さんもお触れになられましたけど、今回の整備、国の補助というものをいただきながら進めてまいりました。で、今回整備を行った一人一台タブレット、この端末等の環境、これは令和時代のスタンダードになるというふうに考えておりますので、この環境を維持向上させていく必要があると
引き続きずっと続けて使い続けていくという必要があるというふうに考えております。こうした中で、すでに全国市長会等を通じまして要望もしておりますが、本市のような小規模市町村の財政力でも新たな学びのスタイルを継続できるように、ギガスクール構想の維持にかかる機器の更新やランニングなど、ハード、ソフト両面につきまして国の支援の方を求めていくということにしたいと考えております。以上でございます。長林美代さん、ぜひとも強い要望を支援をお願いしたいと思います。で、今これからタブレットを、使用するわけですから、当然学校で利用していくと。でゆくゆくは、お家に帰って学習もするようなことも、お聞きをしました。でオンライン授業に発展する可能性もあるわけですよね。そこまで行くかどうかは分かりませんけれども、そうなると各家庭での、ネット環境がこれ課題になってくるんですけれども、昨年の5月の臨時会で私質問をしまして、市長は課題を一つ一つ潰していくと、しっかり検討しながら進めていくというふうにご答弁をされました。ネット環境のない家庭には例えばルーターを貸し出しするとか、でまたその地区その地区でネット環境を十分把握して整備することで子どもたちの学びを保障することができるわけですから、ぜひともその家庭での勉強にタブレットを利用するのであれば、当然インターネット等々も引かれる勉強に必要になってくるので、そういったところネット環境の整備、そういったものもお願いをしたいと思っております。で愛知県の大府市ではこの緊急事態宣言で学校が臨時休校になったときにオンライン授業を行ったそうなんです。で、そこに至るまでにはかなりの時間をかけて整備をしてきたらしいです。で学校から一番遠い地区のでまず試験的にやってみる、整備をして、ネット環境を調べて、で試験的にしてみて OK だったら、じゃあその次に遠いところの地区と、そういうふうに順番に、整備をしてきたそうです。このように長時間長期間かけて環境整備をしてきたので、去年の、臨時休校、非常事態宣言の臨時休校も即座にオンライン授業ができたというふうにお聞きをしました。本市ではどのような状況になるのかは分かりませんけれども、しかしこれから先そういった端末を利用したことが必要不可欠になってくるということも、先ほどの教育長のお話でよく分かりましたし、こういったところの整備というのもお願いをしたいと思います。情報通信技術の活用というのは、非常に金銭的負担も大きいですし、しかしながら誰一人取り残さないためにも、子どもの、そして貧困対策にも早急に、こういった整備を進めていただきたいと、このようにお願いをしまして、タブレットの質問を終わらせていただきます。続きまして、給食費の無償化についてお伺いをいたします。給食費、食材費ですね。これ学校給食法では保護者の負担とされています。しかし無償化は各自治体の判断で実行ができ、首長選挙の公約になる例も少なくはありません。群馬県では、全部で35市町村あるんですけれども、この若年層の定住転入につなげようと11自治体は無償としています。で一部無償化にその中、14自治体が取り組んでいる。また佐賀県の神埼市というところは、進学を控え費用がかさむだろうとこういうふうに思い、中学3年生と小学6年生に限って無償化をしています。すべての子どもたちを本来でしたら無償化の対象にしたかったということなんですけれども、財政的に難しかったということで、
6年生と中学3年生だけということなんですけれども、まあ、近隣では伊根町が小中学校の給食費無償にしています。このように給食費の無償化を実施している多くの自治体では、人口減少対策や経済的に厳しい保護者の負担軽減など、いくつかのニーズの高まりがその背景にあると思います。まあ、平均的な所得の半分を下回る水準の世帯で暮らす18歳未満の子どもたちの割合、これ2015年度ですけれども、7人に1人がそういった世帯で暮らしているということなんです。保護者の経済状況、本当に年々悪化をしています。今後はコロナの影響もあり、さらに就学援助を受ける子どもたちが増えるのではないかと、こういうことも言われています。そこでお伺いをしたいんですけれども、4月から幼稚園給食が始まります。食材費は幼稚園も含めておよそいくらになるんでしょうか。お伺いします。大井教育次長。給食費の食材費はいくらかというお尋ねでございます。現在のご審議をお願いしております本年4月から新たに開始をする幼稚園給食分を含めた給食運営にかかる来年度予算におきまして、給食費を公会計で扱っておりますセンター方式給食分、これにかかる食材費として5770万円を計上をいたしております。なお、市会計で扱っております2校の自己給食分にかかります食材費、これが370万で合計しますと6140万円を食材費として見ております。以上です。長林美代さん。私前にも言いましたけれども、その給食費6000万円、これ就学援助を受けている子どもたちの給食費除くと大体4000万ぐらいになるんじゃないかと、こういうふうに言わせて、これ支援できないのかと言わせていただいたんですけれども、しかしながら、まだ実行には至っておりませんけれども、宮津市で就学援助を受けている小中学生 33% から 39% へと徐々にこう増えてきているわけですね。3人に1人だったのが 2.5 人に1人とだんだん高くなってきていると、私の計算ではそうなっております。で、まあ、これはね、保護者の経済状況、これが教育の格差、子どもの貧困にも直結をしていると私は思います。まあ、この宮津市では食育を、ね、大切にして地元の食材、これを提供して、これは非常に素晴らしい、これからもどんどんと実行していっていただきたいことなんですけれども、しかしながら今日の給食、そこには食生活の格差を縮小して健康を支えるという役割も切実に求められているわけですね。文部科学省の、調査によると、小学校中学校両方とも無償化しているのは全国で76自治体で、小学校中学校のいずれかを無償化しているのは6自治体で、一部だけを無償化しているのは424自治体にも上るということです。で、給食無償化の方法にはいろいろとあるんですけれども、本市でも例えば中学3年生だけを無償にするとか、一部を無償にするとか、そういうふうに実行してみてはいかがでしょうかと思いますけれども、いかがでしょうか。大井教育次長。給食費の無償化について、一部でも無償化にしてみてはというお尋ねでございます。給食費でございます。学校給食費の無償化につきましては、職員の推進でありますとか、人材育成、児童生徒がいる家庭の支援、子どもの人口増加を期待した支援などということを目的に、平成29年度の調査結果ではございますが、人口1万人未満の自治体を中心に全国1740自治体のうち76自治体で小中学校ともの無償化が実施をされておりまして、子育て世代への経済的負担の軽減につながるものというふうには思っております。しかしながらの令和元年9月市議会の中林議員や横川議員のご質問でもお答えをさせていただきましたが、
教育における給食として子どもたちが食を知り選択し健全な食生活を実施できるようになることを目指して地場産物を活用した給食を充実し教育全体を通した食育を推進しております。こうした中で一つには経済的理由で負担が厳しい保護者には就学援助制度で支援をしていること、無償化を実施された自治体の課題として食育の関心の低下や無償化を当然とする意識の高まりの懸念などがあり、それから無償化には多額の経費を要するということなどを踏まえまして具体的な検討までは至っていないという状況でございます。こうした中の本会議の初日の宮津市学校給食費徴収条例の一部改正の提案理由説明でも申し上げましたが、4月から開始します幼稚園給食費におきましては保育所利用者と同様に低所得者や多子世帯の幼稚園園児にかかる給食費については無料とすることとしておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。